はい、皆さん、こんにちは。ガッツアミリンです。今日はね、<laughs> 大胆にも、恐れ多くもね、ね、えー、藤井聡太四冠と同じことをアミリンもやってみるということでね、やってみたいと思っております。はい、えー、どういうことかと言いますとね、えー、ただいま、えー、2月の12日、ね、2022年2月の12日でございますが、ただいま、えーえー 将棋の王将戦で、ね、渡辺王将と藤井四冠が戦っております。ただいま、藤井さん三連勝、ね、で、京勝つと四連勝ということで、見事五冠になりますね。<laughs> 今戦っている先で二日目ですねで。今日もね、ちょっとゆっくりね、将棋私素人なんですけども、はっきり言ったらもうど素人です。もう初心者の初心者です。なんですけどもね、 で今日もちょこっとね、え寄、ー、付もよくわかりません。で解説者の話を面白おかしく聞きながらということで見ていきたいと思っておりますけども、ね、えー、藤井聡太四冠と同じことをアミリもやってみるっていうことで、とで,できるのということなんですけどもね、えっ、ー、と、ある意味不可能です。ね、ある意味不可能なんですけども、ある意味可能なんですよ。おというのがね、うんね、実はね、 だね、えー、このね iPad、iPad の中でもね、えー、将棋データベースっていうアプリがあるんですよ。将棋デ,データベースって。これをね、タップするとね、えー、っと、最近のね、最近のっていうか、過去の、えー、この、将棋の寄付がね、全部こう、見られるんですよ。で、これに従って、ね、えー 1>, いえー、1手目、2手目、3手目、4手目、5手目ということでね,ね、もう即座にね、えー、プロ棋士の棋譜を見ることができるんです。でね、私ね、ちょっと前からね、こ,の, <laughs> これのソフトを使って藤井聡太さんが指した局面をね、ただ単に並べるということを、ね、やってみたんです。ね、あのーまあ はっきりとはもう、将棋の初心者ですから、ね、刺した、この意味、意味とかもよくわかりません。ね、えー、展開とかも、とかもよくわかりません。ですけども、とにかく、うー、なんとかの一つ覚えで、えー、とにかくこの、この譜面で出てきたやつをそのまんま、もう、こう、こう、こう、ということですね。そのまんま、そのまんま真似して刺す、ということをやってみたんです。ね、そしたらね、 なんか不思議とね、不思議なんですけども、なんかね、分かったような気になるんですね。自分が刺してるような気になるんです。ね。分かってないんですよ全く分かってないんですけどもね、藤井聡太さんの手をね、そのまんま真似して刺す。ね、相手の、相手の手の、もうそのまま刺すと。ただ真似してるだけなんですけどね、なんかね、おこの手はこういう意味があるんじゃないかとかね。なんかね、ちょっとね、 ちょっと分かったような気がしちゃったんです。ということで、ね、よく考えてみるとね、ね、もちろん頭の中身違いますよ。藤井聡太さんと私とではね、もう運泥の差があります。こうあります。ね、こんなに差がありますけども、でもね、例えば、こっからね、えー、こうね、刺しますよね。一歩刺します。この刺すこと自体ね、表に出ていることね、こう、こう刺すこと自体はね、 藤井聡太さんと同じことができるんです。ね。ただ単に後追いしてるだけなんですけども、藤井さんと同じことをやってるんです。わかりますね。藤井さんと同じことを真似して刺すことができるんです。だからね、えー、藤井聡太四冠と同じことをア網ンもね、やってみることができるんです。もちろん、真似事。ね。後追い。模倣。ね。何もわかってないのに格好だけ真似しやがってみたいな感じですよ。 ね。でも、真似することができるんです。で、昨日ね、ちょっと、えー、っと、うちの、えー、っと、奥さんと話をしててね、こう、なんか、何の話かな。うん、あの、とにかく、格好から真似、格好から真似るね。何をするにしてもね。えー、まずは格好が大事だよ。ね。見た目。まあ、格好ね。で、真似するところから始めんといかんなという話になりまして、 ねあのー、今日これをにやろうかなとふと思いついたわけですよね。でえー、でこれふでということで藤井四冠に囲つけてアミリンもね、えーえーえー、もう同じこともできるよということで、えー、やるということだったんですよ。ところがね、ここでちょっと話がちょっと変わります。ねえー、といつもね、私あの朝一番、今日はね、5時ぐらいからね。ね ええー、30分一流っていうことで、ね、立っておりますね。ただ単に立ってるだけなんですけどその中でね、えーっとね、うん、立っている時にね、ふとね、ふと、ええー、目がね、映りまして、それがね、ここ、えー、あ、これか、こっちしようかな。えー、これがね、白隠、白隠禅画の教えということで、ね、白隠禅師の絵と、 書を、おひめくりカレンダーにした、こう、なんていうかな、冊子というか、それがあるんですよ。でこれが現物です。で、それの今日、12日、12日の文を、こうね、えー、掲げていたわけです。壁にね、日にちが変わっていたから。ということで、一流しながら、ぽっ、ぱっと見ると、ね、こういうことが書いてあったんですね。えー、これにもちょっと大きく書いてありますけども、 ウグイスになりが似たとて味噌ささみそウグイスになりが似たとて味噌ささび味噌ささひということでこれね、えー、味噌さざいというね味噌さざいという小さな鳥がいるんですよ小さな鳥がなんか、えー、日本では一番小さな鳥らしいです調べ,調べてみるとこれねウグイスに形が似,似ていたとしても 味噌サザイというね、小さな鳥なんだよっていう意味で、えー、白衣全人がね、えっ、ー、と、章を添えていらっしゃるんですよね。うん、うん。だからね、えっ、ー、と、うん、えー、なまあこの味噌サザイはね、えー、ウグうぐいす、形はちょっと似てるかもしれないんだけども、うぐいすじゃなくて、まあただ単なる味噌サザイだよっていうことで、なんか、えー、自分をね、謙虚に見ているみたいな感じなんですよね。 えということで、ね、お、これはね、ピピーンと来ました、私。ね。ね。これ、ウグイスウグイスは、藤井聡太四冠です。ね。で、味噌、サザエ、ね。が、一応、ミりということでね。ちょっと、おこがましいんですけども、ね。えー、藤井聡太さんに、りが似たとて、 アミリンということでね <laughs>、えー。えー、っとね。藤井聡太さんと同じね。こうね。こう、手を指してるように見えてもね。所詮アミリンだよっていうことなんですけどもね <laughs>。でもね。でもね。味噌サザイ大いに結構。ね。ただ真似しているだけ。ね。後追いしているだけね。ね、えー。大いに結構だと思うんです。ね。だってね。 物事人、人間ね、物事を学ぶとき、習得するときにね、全部ほとんど真似事なんですよ。よ人の真似、人の後追い、ね。それをして、初めてなんかね、身につくものがあるんですよね。よく、あの、えー、一郎のですよ、一郎のバッティングフォームとか、こう、ま、真似してたでしょ、一時期ね、こうやって、こう、なんかこう,こう、こんな感じか、こんな感じでやって、ね、やってたでしょ、ね。私たち、私が子供の頃は、 大沢派の一本足だ方ね,ね。こんなの形だけ真似してこうやってたじゃん。やってたでしょねやってません、さやってたでしょ私もやってました。で、そんな形で、ね、形から真似するんです。形から真似する。ね。でね、あのー、中身は伴っていないかもしれないんだけども、おやっぱね、えー、形を真似することによって分かってくるものもあるんです。ね。これがよく言います。 えー、文章の勉強する。ね、小説、小説家とかが文章の勉強するの,の一番いい方法は、ね、過去の、えー、先輩書士、ね、文豪とかの小説とかを一句一字、たがわずに、そのまんま書き写すんです。そのまんま書く。そのまんま書く。そのことで、そのね、文章のリズムとか、えー、意味とか、言葉遣いとかいうのがね、 こう身に染みて分かるということを聞いたことあります。ね。だからね、それは、それはただ単に真似事でしょね。アミリンが藤井聡太さんのね、手を真似してこうで、こう、ポンと刺すのと同じことなんですよ。同じことなんですよね。でも、それでもそのことによって、なんかね、分かったような気がする。なんかね、うん。こう、こう乗り移ってくるじゃないですけどね。うん。でも、そういうことが大事なんです。だからね、味噌サザい味噌サザイで大事、いいんです。 大いに真似して、大いに見た目だけ、ね、格好だけ真似して、ということをやりましょう <laughs> ね、あのね、私もなんかね、うん、私も、年はもうね、今年還暦で、えー、なんですけども、まだまだ勉強しますよ。まだまだ、まだまだ学びます。ということでね、アミリンは、味噌サザイになって、 いきまーすそれでこれでバイバーイさよなら